皆さんこんにちは。本日は飛距離をアップさせるためのグリッププレッシャーについてお話をしていきます。グリップのこの力加減で大事なのは強く握りすぎないということと、もう一つはスイング中のこの握力はどのポジションでも一定になっているかどうかをしっかりと、覚えていただきます。まずこのようにヘッドを上に上げている状態で軽くグリップをしてみてください。この状態で支えられる程度のグリップ力で大丈夫です。ここで落ちてしまうようなのはちょっと柔らかすぎるので、少しヘッドが手よりも上にいる状態で握ってみてください。このようにすると左手の方が少し強く握っているのが感じ取れると思います。このポジションから体を回してみてください。手の動きは一切使わずに振ってみます。この状態の時にこのポジションから切り返すポジションからフィニッシュのポジションまで全てグリップの力加減が一定になるように意識してください。ここで切り返すところでグッと握ってしまう人はこの感覚の時に、ちょっと握っちゃダメだなと思いながらこの素振りを繰り返します。でダラダラで握ってしまうと、逆にこのような形で手だけがこのように先行してヘッドが遅れるパターンもありますので、その辺の力加減はこの素振りでなんとなくこのぐらいの握力なら大丈夫だなっていうのを感じ取ってください。それではここで作っていただいたこのグリッププレッシャーでスイングをしてみます。このように握ることでヘッドのローテーションがうまくできてヘッドが加速していきます。無駄に力が入ってしまうと手で打ちに行ってしまうので、ヘッドがうまく効率よく加速してきません。このですね、腰の位置でこのように素振りをしてグリップのプレッシャーをですねしっかりと感じ取って通常のスイングに生かしてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。